gentlemen and boys and girls. We are Japanese instrumental band. I'm glad meeting you. Please enjoy the Kukan Kobo One Man Live.をご視聴の皆さんこんばんは。10月5日土曜日22時半になりました。インストバンド空間工房でトランペットを担当しています篠原です。空間工房ラジオ、略してソララジ、記念すべき第1回目の放送です。イエイ。そして、私篠原の27歳の誕生日でもあります。ハピバ。27歳、とっても感慨深いですね。でももうそろそろ若いと言える年齢ではなくなってますね。C-WAVEの放送をやらせていただけることになったきっかけは、C-WAVEで架空居酒屋豆太郎という番組をやられている豆太郎さんから声がかかり、なんとラジオ放送をやらせていただけることになりました。私自身、普段から喋る人ではないのですが、ラジオ DJ に憧れていたんですよね。そこでやらせていただける機会に恵まれてとても感謝しております。新曲で初めて空間工房を知ったリスナーの方もいると思いますので、まずは自己紹介をさせてください。空間工房はキャッチーなメロディーを奏でる5人組インストバンド。トランペット、サックス、キーボード、ベース、ドラムのメンバーで構成されています。実は C-WAVE のゆかりの土地でもある北千住は空間工房のメンバーのゆかりの場所でもあって、北千住にある東京電機大学の出身なんです。メンバー5人全員今は社会人で平日は働いております。週末バンドですね。このラジオでは僕たち空間工房の楽曲情報やライブ情報はもちろん、日常のテーマにもフォーカスした内容でお届けしていきます。リスナーの皆様に楽しんでいただけるよう頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。と、空間工房のライブでは全く MC をやらないトランペット担当の篠原がお送りしております。本日のテーマは誕生日にやりたいこと、やられたら嬉しいことについて話していきたいと思います。テーマの前にまずは空間工房の曲を聴いていただきましょう。空間工房のナンバーで Love Me She。インストバンド空間工房の日常をお送りする空間工房ラジオ、ソララジオをお送りしております。今回のテーマは誕生日にやりたいこと、やられたら嬉しいことについて話していきます。
本日私篠原誕生日なんです。祝って。27歳になりました。誕生日にやりたいこと、やられたら嬉しいことについて話していきますが、本日はトークゲストを呼んでおります。空間工房ドラム担当の熊さんです。では自己紹介をお願いします。自己紹介誰っていうね感じですよね。はい、はい、福間龍太郎と申します。25歳、港区在住、担当楽器ドラム、はい、職業エンジニアです。好きなドラマは誰ですか？何そのなんか決まりきった質問みたいな。全然会話のなんか関係ないじゃん。全好きなドラマ、そうっすね、いろいろじゃないですか。なんだろう、でも海外と日本でいろんなジャンルのいろんな人がすごいなっていう感じなんで、なかなか一概には言えないですが、うん、まあ、海外のジェフ・ハミルトンっていうジャズドラマーはやっぱプレイスタイルとしてはもうなんか想像できないことばっかりをやってるんですごいなって、もう個人で名前が売れてるようなジャズドラマーで、ダイアナ・クラールとか、うん、あとは誰だろうな、クレイトン・ハミルトン・オーケストラというアメリカで多分トップレベルにうまいビッグバンドがあるんだけど、そこのドラムだね。初めて聞いた、グレートン・ハミルトン・オーケストラっていうのは、ジェフ・ハミルトンとジョン・クレイトンと、あとなんだっけ、ジェフ、あ、なんとかなんとかっていう、そのアルトサックスとベースとドラムの人の名前が共通してて、クレイトンとハミルトンっていう、いや兄弟風違う、だ加納姉妹みたいな感じ。あー、なるほど。加納姉妹って姉妹風に見えてさ、あれキャルのだけじゃん。すごい、わかりやすい。そう、加納姉妹、加納姉妹ジャズオーケストラです。いや、興味深い、うん、お話、ありがとうございます。本当かい。全然全然興味深そうじゃない。いや、わからない人の名前がね、たくさん。あー、まあ確かにね、横文字のね、日本人にとってはやっぱりこう、はい、そうだ、日本人のドラマは、はい、日本人はもうそうっすね、誰だろう、パッと出てこないな、たくさんでもいるけど、うん、まあでもプレイスタイルとかもまあいろいろ含めてだけど、やっぱいいドラムだなと思うのはペズのコウさんとか、はあ、やっぱりすごくいい、うん、ドラムだなって思うし、うん、そうだな、総合的に好きなのはその人とかですかね、結構、うん、勢いでガンといく感じとか、なんかまあすごい上手い人って世の中たくさんいるんですけど、うん、このドラムを聴いたらその人ってわかるっていうタイプのドラムがすごいいいなって思うから、フォーさんはすごいスネアの音とか聞くだけでなんかわかるというか、フレーズとか聞くともわかるので、やっぱそれはすごいドラマーとしてやっぱ尊敬しますよね。って感じかな。ちなみにコウさんってこう立ちドラムと座りドラムやるじゃないですか。はい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 、はい、そうですね、あの、うん、トリオとね立ちでやってますね。なんか違いとか違い、あーでもやっぱりなんだろうな、単純に、まあ、バンド柄もあるんだろうけど、立ちの方がなんか明るく見えるというか、うん、まあ、バンド的にトリオの方がこう親しみやすさがあるっていうのもあると思うんだけど、うんうん、すごいまずショーマンシップとしてすごく華やかに見えるというのと、まあ音的にはそうだな、結構音がダイレクトにこう届くようになったというか、もともとコウさんってすごいはっきりした粒立ちの音だけど、なんかよりこう響きやすくなったかなっていう感じがしますね。僕もスタンディングちょっとやったことあるんですけど、うん、結構立つとダイレクトにこうスネアとかに自分の体重の重みがかかるので、うん、すごい音が出るんですよね、うんうん、逆にあの立っていながら繊細なこともやってるから、すごいなぁと、すごい練習されてんだろうなっていうふうには、うん、思いますというところでいいかな、はい、うん、本日のテーマについて話していきましょうか。
テーマは誕生日なんですが、うん、まずは熊さんの今までの熊生人生の中で熊生ってね、分かる人生熊の人生ね、そう、中で、はいはい、誕生日に祝ってもらって一番印象的だったものはありますか？ないよ誕生日でそんな印象的だったことって、だからサプライズとかってことでしょ？あ、そうそうそう。そうだなぁ、なんだろう、大学何年生とか忘れたけど、まあ結構その時部活も入ってたしコミュニティもあったから、割と自分その瞬間になったらすごい祝われると思ったら全然来なくて、朝9時ぐらいにおめでとうって一件来たぐらい一番印象的でしたね。うん。どういうこと？あの、あれよ。めっちゃ祝われると思ったら全然祝われなかった日ですね。うんうん、が一番印象的だった。ああ、なるほど。祝ってもらわなくて、そう。てか、なんか誕生日ってそんなにあまりこうガツンと盛大に祝われたくないというか。うん、あ、そうなんだ。なんだろう。なんだろう、自分のためにそんな時間を使っていただいて、どうもすいませんでしたってなるんだけど、確かに誕生日に限らずね、うんうん、そんな盛大にやってもらうのになんかあんまり、人のやるのは別にいいけどね、うん、自分のやってもらいたいのはなんか申し訳ないっていうのがあって、うんうん、でもとはいえなんか多少は祝ってほしいっていう、まだ大学時代の僕はですね、そういう、うん、あの、可愛いところがあったんですけど、うん、あんまりその期待値よりも全然祝われなくて、あれってなったっていう一番印象的でしたってね。微妙なね、うん、気持ちあるよね。そうそうそう、うん、でもまあ自分もそんなに人の誕生日覚えてないから、まあそんなもんかというね、うん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 、だからたまに律儀に祝ってる人とかはすごい尊敬しますけど。確かにいるよね。うん、篠原さんですか、誕生日とかは。あ、おめでとうございます。ありがとうございます祝われたい派ですか？祝われたい派。うーん、さんと同じだな。あれだよね、Facebook とかで生年月日消してたよね祝われない対策してたよね祝われない対策確かに、確かにしてる。俺もあれ真似てやったんですよ、うん、あの後。そうね、なんかすいませんってなるよね、通知いっちゃって。すいませんってなるし、Facebook にコメントされても何々さんありがとうございますしか打てないから、そうそう、なんかやめてくれという、うん、なんか嬉しいんだけどやめてくれっていう、なんか申し訳なさのが勝ってしまったために。わかるわかる、うんうん、自分の話をするとあれだね、印象的な誕生日は3歳なんですよ、はいはいはい。3歳の頃の記憶とかあるの？ 3 歳の時、天才じゃん。3歳の時に、任天堂64をもらって。おー、64。そう。はい、はいはい。初めてゲーム、一日中遊んでたっていう。はいはいはい。ソフトは何やったんですか？マリオカート。マリオカートね。あー、確かに面白いな。そう。だって人生初めての、あれでしょ、マリオカートでしょ？そう。それは面白いよね。多分めちゃめちゃ面白かった。64でデビューですか？そう、64でデビューして、うん、そう、うちでその誕生日祝いパーティーを開いてくれたんですよ、家族と、はいはいはい、あの幼稚園の時の友達を呼んでパーティーを開いていたのに、ほう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 、64をもらったがために自分は行きたくないとか言って、うん、はいはいはい、ギリギリまで録音をやり続けてたっていうすごいね、本能に純粋というか、ずっと覚えてる。もう今やりたいことだけをやるすごいじゃん、今も変わんないじゃん。そんなことない。急に会話中に作曲しだすみたいなファミレスでバンドで飯食ってるのに一人でイヤホンして急に作曲しだすとかいう、変わんないじゃん、3歳と今と。これはまずい。それあれだね、言葉で聞くとやばいやつよね。やばいやつでしょ、言葉で聞かなくても言葉よりも見た目で見た方がやばい。急
急にイヤホンしだしてピアノアプリ開いてなんか確かにタップしてるっていう、うん、まあね誕生日はい、はい、まあそれはそっか。でもゲームかなかなかね、ゲームもらうとね、うん、ワクワクしたからね昔は。そうなんだよね、うん、少年の頃のゲームってすごい価値が高い。そうっすね、今だったらねちょっとねそんなためらわずに買えちゃうけどね、うん、まあそんな昔より、うん、ソフト1本ぐらい、うん、まあ、うんうんうん、なんかワクワク感みたいなのがなくなっちゃったよね。ワクワクなくなったね、うん、なんだろう裏側とか、あプログラマーだからやっぱあこれこうプログラムされてるのかとか多分そう思っちゃうもんのかな、うん、はい。じゃあ、はい、ゲストが流してほしい楽曲コーナーですか。そうですそうです。何がいいですか。え今決めそっかそっかそうだよ。え何でもいいんですか。何でもいい、あ何でもいいけど著作権に違反するのはダメだから、うん、ということ著作権に違反しない楽曲ある。あ空間の曲ね。そう空間の曲か死後50年以上経った人の曲そうそうそう。いや死後50年のその曲パッと出てこないから空間の曲ですかね。はい、なんだろうな空間の曲ね。うん、あだれ、あ踊れで、はいはい、じゃあちょっと仕切り直して、はい、というわけで、誕生日にやりたいこと、やられたら嬉しいことコーナーでした。では、はい、本日トークゲストの福間さんにおすすめの空間工房の楽曲を選択していただきましょう。はい、おすすめの曲はビートンボーダー4曲目 ODOR、 あ踊れか、はい踊れどうぞ。
はい、ソララジではツイッターでラジオのテーマやお題、通称お便りですかね、を常に募集しています。最近ハマっているものは、おすすめのアーティスト教えてなどの様々なお便りをいただけましたら、バンドメンバーで咀嚼してアウトプットしていきたいと思っています。どしどしお便りお待ちしております。ツイッターは空間アンダーバージャズ、または空間工房で検索、 DM でもツイッターのリプライまたはピーイングですかね、ピーイングの質問箱で募集しています。今日のコメントもいただけたら嬉しいです。はい、空間工房の今後のライブ情報について宣伝させてください。日付は10月14日月曜日、東京都府中市のイベント欅音楽祭2019ジャズイン府中に出演します。場所は府中のポーリス欅広場前で、時間は16時20分から17時、観覧は無料なのでぜひお時間がありましたら遊びに来てください。僕らは欅音楽祭に4年連続で出演しているんですが、結構欅音楽祭は独特な雰囲気がありまして、イベントの最後にラテンの方バンドを呼ん でラテンの音楽を聴きながらもうみんながワイワイ踊ってるみたいな絵面をよく見ています。きっと西東京の方は音楽好きの方が多いんでしょうね、はい、そして11月4日月曜日、神奈川県川崎市のイベント川崎ジャズ2019に出演します。時間は16時15分から16時45分、30分間、場所はラチッタデルラの中央噴水広場です。皆さんラチッタデルラ行ったことありますかね。神奈川県川崎市の中でも結構大きなヨーロッパな雰囲気が漂っている場所なんですけども、そこに映画館がありまして、僕はよく映画を見るときはそこで見てたりします。映画を見るときに必ずその中央噴水広場、おしゃれな広場があるんですけど、もうよくそこで、ライブやってたりしますよね、そこでライブができると思うと結構ワクワクしますね。はい、空間工房ラジオソララジ、そろそろ終了のお時間がやってまいりました。いかがでしたでしょうか。毎回こうやって日常の話題を取り上げてざっくばらんにお話をするっていう機会なかなかないですよね、なんで結構面白い機会だなと思っています。あとは、皆様からいただけたお便りから相互にこうコミュニケーションが取れるような感じでラジオをやっていけたらなと思っています。ぜひ、お便り、ツイッターのピングですね、お待ちしております。では、僕らが最初に作ったオリジナル曲ミッドナイトイン東京をお送りしてお別れいたしましょう。お相手は空間工房トランペット担当の篠原でした。バイバイ。またね。